ビリアンディは、エストニア南部の都市及び、基礎自治体で、ビリアンディ県の県と、ハンザ同盟都市である。人口は2007年現在19,870人で、ある。エストニアの首都タリンからは 161km、タルトゥからは 81km、パルヌからは 97km の場所に位置している。最古の集落は、紀元前5世紀にまで遡る。 エストニア人の城が築かれたのはバイキング時代のことである。最初に文書に記録されたのは1154年の地理学者イドリースイーによる。最初の定住地が形成されたのは12世紀にビリャンディの砦の周りで、後に逆ら地方の経済の中心となる。闘争の後、13世紀はじめビリャンディはリボニア体験騎士団が1223年に キエフ公国から獲得する。1224年騎士団による広大な木造の要塞であるビリアンデ城が建設され、後の200年間で拡張や改良が行われた。1283年、ビリアンディはビルヘルム・フォン・エンドルペより特許を得る。14世紀初期、ビリアンデはハンザ同盟に加わり、ロシアからの重要な交易拠点となった。 1346年ビリャンデはハンザ同盟の文書にハンザ同盟都市として記されている。1365年ビリャンデとデンマークやハンザ同盟都市との間で平和条約の署名が行われた。1560年のリボニア戦争時ビリャンデの街と城は破壊された。17世紀初期のロシア・ポーランド戦争では広大は範囲で破壊がされている。 かつての栄光の城は、その一部が残るだけである。スウェーデン支配の17世紀、ビリアンディは、都市の自治権が奪われていた。この状況は1783年まで続き後に、エカチェリーナ2世一政治に、ビリアンデ地方の主婦となり、経済や政治の中心として成長しビリアンデは、再び人口が増加した。今日、ビリアンデは、エストニア南部の文化の中心として、 重要な都市となっている。ありがとうございます。